このメニュー。皆さん、FGO のサマーキャンプイベントは楽しんでいるでしょうか？まさかのキアラ・リリーことセッションインリリーがイベントキャラとして登場。そして、リリーの保護者として、大人アンデルセンらしき童話作家も登場。ちなみにリリーはコンタクトの力で、いつものキアラの水着ムーンキャンサーに変身できるが、リリーになると忘れてしまうので、キアラ・リリーの姿で戦う、リリー・レイコロも、花井らしいよ。どんな判断だ。さて、セッションインリリーことキアラ・リリーなんだが、キアラにとっての幼少期は、エクストラ CCC でも書かれていたことなのです。ただはダールコさんが書いたキアラ・リリーは今回のイベントが初だね。エクストラ世界でのキアラの過去、具体的にどんな感じかしら？まずセッションインキアラは、アルコ大密教、神言立川栄天竜の宗主の娘として生まれる。当時から、この世のいかなる人間も、一目で恋に落ちる美しい天井の花のような少女と表現されてるわね。キアラ・リリーのデザインは FGO のサマーキャンプが初だけど、イメージ通りのロリって感じがするね。で、キアラの実家は、山奥暮らしだ。タイプムーンの山育ちは、やばいのばっかっていう。なんだかんだでキアラの体術も結構むちゃくちゃだからな。ってのは置いといて、キアラの実家は自然回帰を歌って、ネットワーク社会からの隔絶を良しとしていた。その中でキアラは、次期宗主として大切に育てられてたんだが、幼少期のキアラは病弱で、ベッド暮らしが続いていたんだ。ここは、FGO のサマーキャンプでも、セッションインリリーが、自分の境遇を話してたわね。キアラは生まれつきフェロモン出してて性別問わず基本的には愛される体質だし、キアラ・リリーの可愛さは証明されたんだけど、残念だけど幼少期のキアラに、憐憫してる人々はいても、助けよう、とした人はいなかった。というのがエクストラ世界のキアラ。キアラが、そんな重たい病気を患っていたとは。ちなみにキアラの持病自体は、病院に運び込んで近代治療を受けさせれば治るものらしい。っていうか、FGO 世界のキアラは、病院で近代治療を受けて持ち直して浄化されたらしい。何もかんも、ゼパルが、FGO 世界のキアラに、エクストラ世界キアラをインストールしたのが悪いのね。そうだよ。ていうかサマーキャンプで、アビーの人類に対する有用性が証明でもされたりしたらゼパさんへの死体蹴りになりそうなんやな。アビーがフォーリナーとして権限するように整えたの H ゼパルに魔人中込みを追放されたラウムだったからね。で、エクストラ世界のキアラに話を戻すけど、エクストラキアラリリーは、病弱なベッド暮らしのまま、かわいそう、と憐憫されるだけだった。あれ？キアラの持病は、近代医術で治るものなのよね？キアラの実家は、山奥暮らしで近代文明から切り離すことを是としてたから、キアラがかわいそうだと思っても、近代医術で助けてもらおうとする人間は、少なくともエクストラ世界ではいなかったようだ。ラマジ風習にとらわれてるから、近代医術を見下してたりもしてるのもいそうよね。かわいそう、と憐憫はするけど、誰も助けてくれない幼少期の環境で、キアラの心はどんどんやさぐれていく。そしてキアラは悲しい悟りを開く。彼らは私を救えない。彼らは何もできない。彼らは何もしてくれない。彼らは、人は、人を救わない。その悲しき悟りは、人類にとっての悪、そのものだった。そしてキアラは、自分自身だけが人間であり、他の人間は虫そのものだと思い始める。キアラの自己愛の源泉よね。で、エクストラ世界では魔術が廃れて、サイバーパンクよりの技術が発展してるが、14歳キアラに信徒が戯れにウィザードとしてのネット環境を教えたことで解き放たれる。ネット環境断絶は、まずいですよ。そんでエクストラキアラは、インターネットで自分の病気が治療できるものだと知って治療。その後キアラは、聖女にもなれた力を、人類にとっての悪として使いまくって、カルト教団を作ったり、実家の教団を乱行パーティー会場にして皆殺しにしたり、地球を何を目論むやべえやつになりましたっていうのがエクストラキアラの幼少期。そういえば、キアラにとって外せないのが人魚姫よね。
幼少期のキアラがベッドで読めた唯一の物語が、持ち込んでくれた人魚姫、なんだよ。人魚姫の作者はアンネルセン。キアラとアンネルセンの腐れ縁の源泉ね。キアラもアンデルセンの創作物のファン、だからね。水着キアラが、人魚との逸話がある八尾国の疑似サーバント扱いなのも、その辺から来てそうな。こうして、殺生院キアラの過去を押さえておくと、この童話作家が、悪い方に引っ張られないよう先導してくれという気遣いがしみるわね。キアラ自体が生まれついての悪、ではなく、環境によって悪になる可能性を秘めてる、だけだからね。この作家は、キアラのそういう性質や危うさもわかってるんだ。幼女が善にも悪にもなる。環境によって危険な存在になるリスクもある。というとアビゲイルことアビーも同様だね。ルプ主が、FGO で一番好きなアビー。フォーリナーがアルターエゴに弱いことが発覚したセイレムの時から色々あったけど、サバフェスの時に、BB ホテップがエロ魔性でアビー呼ぶつもりが夜の殺生院にすげ変わってたり。ていうか、サマーキャンプも BB ちゃんがやろうとしたのアビーか、キアラに乗っ取られてるパターンじゃない？アビーの幕開でも言われてるが、彼女が人類にとっての脅威になるか、それともアビーが人類の友であり続けていられるのか、アビーの育ち方にかかってるということかな。育ちによって印象が変わるというと、イリアもステイナイトとプリズマイリアだと印象違うし。いやぁ、SN イリアとプリアイリアは、ミユの有無が一番大きな違いなんじゃないかな。あ、そうだ。グダ男でやってると、戦闘中グダ子に。グダ子でやってると、戦闘中グダ男になるというバグが発生してるんだけど。グダさんの性別が戦闘中に入れ替わるのは、バグじゃないに一票。何が起こってもおかしくないからな、サマーキャンプ。というわけで、セッションインリリーのエクストラ CCC 世界での過去について中心に振り返ってきました。キアラについては、リメイクでもどこまで触れるかわからんしな。最低最悪の宝具については、出禁にされてもしょうがない。性悪説の否定でもあるわね。ある意味ヘブンズフィールで、コトミネキレイが願望として見せた。生まれる前からの悪などいないはずというもの。イリアのもう一つの可能性であるプリア版を水着で出してくるあたり、結構ヘブンズフィールとリンクする部分もあるよね。今回のサマーキャンプ、あと水着アビーは、星4で勘弁してくれませんかね。紫式部と友イゴジェンが、今ゲストで星4確定っぽいから残念ながら。何事においても天井が